TV をご覧の皆さん、こんばんは。自転車ロードレースの魅力をいろいろな角度から掘り下げてお届けする新番組チャリタイムズ、 MC ののぞみです。どうぞよろしくお願いします。チャリタイムズ、来年1月からの正式配信を予定しているんですが、今日はその前に正式配信直前スペシャルということでお届けしたいと思います。ロードレース界を代表するチーム監督の皆様をゲストにお迎えしてお届けしていきますよ。今年2023年のロードレース界の1年を振り返るとともに、ご覧いただく皆さんにより楽しんでいただくためにですね、日頃こんな質問あるんだよなとか、ここどうなんだろうなどなど、さまざまな疑問質問などにお答えしちゃうコーナーなど盛りだくさんでお届けしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。さあ、それでは早速今回お越しのゲストの皆さんをご紹介させていただきたいと思います。まずはマトリックスパワータグの監督で JBCF 理事長、ロードレース界の顔といえばこちら、安原正弘監督です。よろしくお願いいたします。そんな感じなんです。よろしくお願いします。そして続いては、今年見事に J プロツアー年間優勝に輝きました島野レーシングから野寺秀則監督です。はい、よろしくお願いします。そういえばまだ胴上げされてません。まだ胴上げされてない、これから、はい、この後、はい、してもらおうと思います。ぜひよろしくお願いします。お願いします。しんどい。さあ、では続いて来年のオリンピックに最も近いチームなんじゃないでしょうか、チームブリヂストンサイクリング、宮崎圭介監督です。はい、よろしくお願いします。大事な年なんで、はい、私も頑張ります。よろしくお願いします。さあ、そして続いては監督がフランスに里帰り中、今日は第二監督にお越しいただきました愛三工業レーシングチーム小松貞俊第二監督です。よろしくお願いします。今日は、各チームの監督の先輩方に囲まれて大変緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。リラックスしてよろしくお願いしますね。頑張ります。で続いては地域密着型チームの代表、今年は表彰台にも立ちました群馬グリフィンレーシングチーム渡辺雅弘監督です。よろしくお願いします。地域というより金子に密着してますので、よろしくお願いします。金子金子総平選手ですね。そこも後で話を聞きたいと思います。で最後は若手中心人気チーム岩虫ペダルサイクリングチームから JBCF の理事でもあります佐藤茂彦 GM です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということでこの、正式配信直前スペシャルということで、そうそうたるメンバーにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。それほどでもないよ。それほどでもないよ。忙しないね、ほんまは。本当ですか。明日もレース控えてますけど。まあね、まあもうその辺はもう別に何ちゅうの、心臓始めのレースでもないしね、うん、もう昨日今日レース始めたわけじゃないし、明日レースやったって別にもう何もないよ。偉そうにしてるだけで何もしとれへんからね。うちらはね、下っ端がやんねんから。そうですね、俺はちゃんといろいろやってるけどね。いろいろ選手のためを思ってね、今季もね一生懸命監督として皆さん務められてこられたと思うんですけれども、その振り返りもしていこうかなと思います。それでは早速こちらです、2023シーズン振り返り、ということで早速なんですけれども、今年優勝しました島野レーシングの野寺監督にお越しいただいているということで、はい、優勝についても伺っていこうかなと思います。ありがとうございます。お願いします。まあ、初めに本当に J プロツアー優勝おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、どうですか。いや、そうですね、J プロツアーの総合優勝というのが多分2011年ぶりだったかな。もう10年以上多分ね、あのチームとしての総合優勝とはしてなかったので、本当にやっぱり嬉しいですね。あの若手中心のチームを作ってですね、なかなかこう苦しんでた時期もあったんですけど、まあ本当に今までのこう努力が花開いて今年
優勝までいけるようになったかなと思いますので、うん、本当皆さん ありがとうございました。こんな放送があるような年に勝ったでしょ、ちょっとなんかラッキーだなと思ってるんですけどね、はい、でもシーズン、はい、ありがとうございます。そうですよね、はい、シーズン初めからこれはいけそうだな今年っていうのはあったんですか？いや、まあ一切ないですね。毎年もだからもう本当にベストを尽くそうと思ってやってるんですけど、もちろんそのライバルチームも強力なので、そこに最大限の、努力で対抗するだけを考えてやってました。で、皆さんね、言われることもあるんですけど、島のレーシングが今チームで総合1位なのってこうシーズンの途中に言われたんですね。そうなんです。もうたまたまその前半戦は、運よくトップに立ったけど、さすがにこれを最後まで守るのは難しいんじゃないかなって思ってたんだけど、やっぱりね、そこでやっぱ自分たちがトップに立ってるって思ったところから、もう選手がこう集中力が一段階上がりましたよね。それ感じました？感じましたね。やっぱりもう一戦一戦行くに従って、あれもしかしたら俺らでも行けるかも、シーズンの初めにはそんなチームでは自分たちはないと思ってたけど、一生懸命やってたらまさかこれは最後までいけるんじゃないかってところから一気にこう集中力が上がっていくのを感じたので、そういう意味でもその皆さんが、ね、本当に強いチームが最大限の努力していいレースを作ってくれてる中で、やっぱり自分たちがそこにチャレンジできるという感覚が持てたからこそかなと思ってます、はい。島野としてはプロリーダーもそうですし、はい、チームランキングも、うん、どちらも取っているわけなんですけれども、はい、それってどっちをシーズン中に狙っていくものなんですか？チーム側も上げながら、はい、プロリーダーをしっかり守っていくっていう感じなのか、どっちをこう、まずはチームの中で、選手が誰がエースで誰がアシストでというよりも、やっぱり彼らにとっては個人個人にとってもそのチャレンジの場となるので、まず彼ら個人個人が自分のランキングを上げることにフォーカスして自分の可能性を見つけて勝つ可能性を見ているので、つまり個人のランキングというのが優先ですね。でそこにやっぱりチームランキングというのは後からついてくる形なのかなと思ってます、はい。でもレースによってエースって変わったりするんですよね？エースはそうですね、変わるんですけど、島のレーシングは基本的にはもちろんこうレースを組み立てる軸としての作戦は立てるけど、基本的に大前提としてそのエースすら置き去りにして自分が勝ちに行けという、ね、それで初めて本物のエースになるから、その軸としての作戦の中でやっぱり誰かが勝たなきゃいけない、アシストとなる人間が勝っていかなきゃいけないっていうのはチームの方針としてあるので、だからアシストとして置いてたのに自分が勝ちに行ったからといってそれをね咎めるようなことはしないっていう方針ではいますね、はい。もうそれぞれがエースだみたいな、うん、そうじゃなきゃ、うん、エースとしてね、こいつがエースだって分かりきった選手だけでは他のチームの強い選手を欺くことはできないからね、その方がそれが今年はいい方向に向かったかなと思ってます、はい。いや素晴らしい、ね、成績だったと思いますけれども、安原監督どう見てました？島のレーシングのこと聞いてました？聞いてました、ちゃんとよかったよかった、 ありがとうございます。えらい熱く語ってるな嬉しいね、熱くやってくれてるっていうのがね、うん、いいよよかったよ。もうちょっとないですか、なんか、いやなんかもうちょっともう一歩踏み込んだ感じ、いやまあ苦労してたのは分かるよ自分が走ってた頃のメンバーと自分の走ってたレベルと自分の走ってた頃のメンバーに比べたら俺をやってるのはと思うよ。自分そこそこ走って俺も、まあ、自分で言うたらあれやけど、やっぱりそこそこ走ってたやつっていうのはそういう しょぼいメンバー見たくないわけよそれを自分より全然格下のしょぼい若いやつをしょぼいって一生懸命熱くな俺ようやらんもん、こいつ偉いなと思っていつも見とって、それはもうでこいつのチームはまた OB とかいっぱいおるわけよ、伝統のある島のレーシングいたらな、うん、うるさいおっさんもいっぱいおるわけよ上になこいつはもうかわいそうやねん、こいつほんでな、俺いつも言うてる、俺は野寺で50歳で死ぬっていつも言うてるよっていうのはストレスがな、ほら盲導犬って言ってるやんか、あれってすごい賢くてご主人様のために動くからすごいストレスかかるらしい、だから早死にするらしい盲導犬、だからこいつもこいつなこいつ俺思うねんけど日本一いいやつやん、ね、あっち目上のもんに気遣い下のもんに気遣いもうこうやるからな、俺多分50歳で死ぬと思うね、ストレスで
それなのに島のレーシングだらまた伝統のあるチームでな、若いやつはおってよ、で上からもなうるさいおっさんいっぱいおるんよ、かわいそうに。でも間でこうされてな、そのチーム強せにな、いや強せってこんなやつらどないすんのっていうな、俺やったらもうそんなもんやったらお前やってみてなるんよ。こいつはそれ言われながらも一生懸命な、あのそういう若いのをな一生懸命育て、自分より全然ランク下がるような選手でもそうやって俺みたいに下げすんだ目で見ることなく、なんか一生懸命見て、で上からガー言われながらな、でたまにおいらとこうおったら、おいらトフシウエが 目の前立ててな、今回でも優勝したけど、もうみんな他のチームが今回来れなかったりあんなしたおかげなんですよってちゃんと気ぃつこうったらコメントもしてくれるわけよ。だからもうええでってお前です、もうそろそろ、はい、もう崩壊、こう自我を崩壊させよう、はい、もう死ぬねんそれですよこいつは。だから、うん、なんていうのかなあの今も熱いコメントな、はい、まあまあ今のコメントはええけどやな、もうそろそろそう気使うのやめて、もうバーッと思いの丈をこうなあれして行けっていうふうに日々貯めてらっしゃるんですか、はい、ただ今みたいに褒められたらもう50で死んでもいいかなと思います今おいくつですか野寺さん。48、あと2年しか2年しか行けられなくてももういいかな、もう俺はだから会社の人もこいつの OB も家の門もあの周りの人も選手ももう野寺野寺とストレスかけんなっていうな、もうめなだから例えば俺がここに寄って「おお野寺」って言うやんか「ああ安田さんどうも」っていう間にこっちにまた知り合いが入ってくるんよ。だから「あ野寺さん」って言うと「ああどうも」とか言うと「ほっとけや」って言うの、俺と話してるからとりあえずこっちほっといて俺と話してる、こっち入ってきたらその人に気遣うしこっちにも気遣いだからもまたこっちから入ってきたってもう3人ぐらい一生懸命「ああどうもどうもペコペコ」「いや俺はでけへん」って。これね、いやでもそんなことしてるからも早死にすんねんってね、まだ生きてますねすぐ死ぬってからだから周りのやつこいつを殺さんようにもうみんなそんなもう気ぃつく、もう声かけんなっていう、もうすごい気が利くと、いや気がつくね、もうみんな声かけたらこいつはええやつやから答えんねん、俺なんか言われててもめんどくさいと思ったら知らん顔してんねんけどな、そんなことせえへんねん、だからもう、はい、なストレスがたまる言うてくるから、うん、もうやめろっていうの、これ長寿に対するなんかアドバイスの番組みたいになってますね大丈夫ですか大丈夫ですか、長寿やけど俺は日頃だから この場を持って言いたいで、ね、周り の、うん、あの野寺さん野寺さんってな、野寺さん野寺さんって多分俺野寺さんの知り合いやねん感じで野寺さんって来んねんけど、こいつははっきり知らんねんそんなやつや本当ですか本当ですか、俺はそんなやつが来たらお前誰やって言うからな、あいつは言わんとちゃんと対応すんの、言わないですね、うん、言わない、そういうこと言えへんやろ、対応すんのやちゃうんで、だから見てる人も野寺さん野寺さんって話しかけんなってしんどいねんからっていうことをな、いやきっとかけたいんじゃないかなとも思うんですけど、ありがとうございます、まあ、若手をね、はい、育ててきたというところでは、はい、読ましムシペダルチームとかも若手選手多いと思うんですけれども、はいはい、お父さんいかがでしょう。僕らのチームはですね、はい、本当にもう皆様の胸をかいてこうやらせていただいてるん で、まあ、強くなったらこう、ねうん、島野さんとか今年も、ね、いやそうですよ、イリベ選手も戻してくれて、 ね、よりいい選手になって戻してくれたし、うん、香山選手もそうですね、でね、もうあの本当にもう僕が育てたというよりも佐藤さん、いやいやだからまあ僕らは本当に若い選手がこうやっぱ J プロツアーとかで走れるチャンスを増やしたいがためのチームなんで、そういった意味でも、まあ、この J プロツアーっていうのはすごいありがたい話ですね。はい、質問、はい、はいはいはい、ここはぶっちゃける場やってさっき聞いた、はい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 、あの自分が若く選手を強くしてへいって持っていかれるっていうのは実はどう思ってるの。いや僕もね、本当そこね、もう超越したんですよ。誰を？自分の中で。自分持ってかれるっていうか、もう持ってってくださいって感じ。最初はちょっと、いやだから、ただ本当にちょっとまだ君はまだうちにいた方がいいよって選手にはうちにいた方がいいって言うんですよ。でその選手が欲しいって言った時は、僕そのもし監督からね、他のチームの監督から声がかかった時は、ちょっともうちょっとうちでやらせてくださいって話も。本人に聞きますよ。本人に行きたい行きたくないです行きたいですって言ったのは香山ってやつで、うん、香山ってやつはあの香山選手は芝野レーシングにね、いやそうですお世話になる、はい、まあ、井上って選手も、ね、あそう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 井上選手、はい、だから自分はねもうその辺ははっきり言ってもうそんなないんですよ本当に。で強くなったらやっぱ行ってほしいし、ただ自分の中はまあ失礼ですけど海外にチャレンジしてほしいとか、ね、そういった気持ち、そうなんですよ、そういった気持ちもあるんで、まあ、海外みんなが、ね、できるわけじゃないんで、
ね、日本のチームもしっかり盛り上がってほしいんで、強くなったらやっぱ行ってほしい。でも多くの本当に選手を輩出されてますもんね。おかげさまで選手のおかげなんですけどね。素晴らしいですね。選手がもうなんか頑張ってくれるんですよ。うん、あの労働チームにとどまらずシクロクロスとかね。今はだからシクロクロス、マウンテンバイク、BMX。そう、BMX のコースなんかも作って。そうなんです、そうなんです。もうそれは本当にもっと子供、もう4歳とか5歳の時からこうずっと行けるように。やっぱ BMX ってこうテクニックとかの面ですごいいいと思ってて、はい、自分も子供の頃やりたかったんですよ。うん、ロジャーさんやってましたよね。いやいや、そうですね。やってたけど真似事しかできなかった。そういう環境がなかったので。コースがないじゃないですか。はい、だからその環境が近場にある人たちってすごく羨ましい。おかげさまで、まあ、筑波市さんってね、ホームタウンなんですけど、そこと協力して BMX コースもできて、でゆくゆくはあの、まあね、BMX やったら競輪行ったりとか、うんうん、まあ、ロードレース行ったりとか、シクロコース、今ね、うちにもシクロで走ってくれて小田ひじり選手とか、もともとは BMX 出身なんで、そういったチャンスを作ってあげたいっていう気持ちがやっぱありますね。うん、まだまだ楽しみですよね。そうです、ちょっと疲れてきましたね。でまだまだこれから楽しみな選手がいるのも群馬グリフィンもそうだと思うんですけれども、はい、どうですか監督から見て。いやもううちは金子いや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 、他にも選手いらっしゃるじゃないですか。今大学生非常に増えてまして、うん、まあ、来年はそうですね、法政、中央、明治、早稲田、あと立教と慶応ですか、でマーチが揃うんで、はい、インテリな感じなんですね。はい、そうです。東京大学も、あ、金子選手を筆頭に現役の東大生が篠崎、あ、そうですね、いますんで、すごい大学生コレクションで行こうかなとチーム内での会話も結構こう知能が高い感じの会話をされてるんですか。いや全くチンコとかうんことかそんな話ばっかりしてます。もうカットできませんので生放送なんか楽しそうですよね、群馬グリフィン。なんかこう見ててみんな伸び伸びやってる気がする、うん、感じがする。そうですね、まあ、選手を前に行ってもらって、もう僕は本当雑用です、下の世話してるだけです。うん、いやでもあの今年のレース見てても、あ、誰か飛び出したってなったら、あ、グリフィンだって言ったら、あ、あれ小山選手だとか、なんか結構積極的な動きも。いや小山選手はちょっとあれですけど、間野寺さんのところでちょっとおかしくなっておかしくなっ素晴らしくなった、素晴らしい、素晴らしい足跡を残してくれて、島野レーシングを卒業した後に頑張りますよですね。そう、はい、で群馬グリフィンって活躍今すごいしてるんですよ。うん、伸び伸びですね。広島にも行ったりとかそうそうそう、いろいろあったんですけど、うん、まあ、高広今ちょっと町おこし協力隊ということで、そうですよね、愛知県の広島市で活躍してますんで、はいはい、はい、まだまだ楽しみですね。そうですね、はい、なんかすごくいろんなキャラクターがいて、みんながこう楽しくや、うんうんうん、楽しくっていうか何ていうんですか、前向きにこうレースに臨んでるようなイメージが外から見たらあります。プレッシャーがないっていうと変な言い方になっちゃうかもしれないですけどまあそう見えていただけるんであればありがたいなと思ってます、はい、じゃあ渡辺監督から見て他のチームどう見えてるのかなっていうところで、もう大先輩の愛さんをどう見てますか。だからもう注目するべきチームですし、ちょっとジャージが被ってる小松さんどうでしょうそれ。確かにあの遠目で見ると分かんなかったりとか、集団内で結構密集してしたりしてると、あれどっちだっけ、どっちだろうなってなった時は確かにありますね。でも愛さんも今年、まあ、開幕戦から勝利があってのシーズンでしたよね。そうですね、もう最高のスタートは切れたかなっていうところで2連勝飾れて、で、まあ、チームの体制も結構新しくなった中で、まあ、準備期間とかも結構大変なことはあったんですけど、まあ、その中で最高のスタート切れたっていうのはすごい嬉しかったですね。まあ、海外でも行ったりとか。そうですね、この岡本選手が調子良かったんじゃないですか。そうですね、今シーズンはもう年間通してすごいいい状態をキープしてくれて、頼りになる存在でしたね。そうですよね、岡本選手なんであれ毎回ピンクのソックスなんですか。多分日大出身なんですけど。あ、日大だ。あ、僕日大なんですけど、はい、同期なんですけど、はい、でまあ、日大のウェアが多分ピンクだからというところから来てるのかなと。大学愛を引き持ってるわけですね。そうです、そうなのかなと思います。その勢いがいろいろ問題あるから今ね、雨、ね、ダメです
あまり触れないでいただいて。でもあの岡本選手、そのままジャパンカップもすごくいい走りしたんです。あ、そうでしたね。まあ、やっぱり今まで、本当にスプリンター、ピュアスプリンターっていう印象が強かったかなとは思うんですけど、まあ、年々登れるようになってきて、まあ、今年の、まあ、昨年のジャパンカップも結構いい位置では走ってはいたんですけど、今年はさらにような形で、走ってくれましたね。いや、また楽しみですね。まだまだ。そうですね、はい、でまだまだ楽しみといえば、まあ、今年の U23 ネクストリーダージャージを獲得したのが岡本勝也選手、チームブリヂストンサイクリングだったと思うんですけれども、はい、宮崎監督から見て今シーズンどうでした？今シーズンはそうですね、まあ、長いシーズンだったなとは思ってます。やっぱりレース数も多かったですし、まあ、J プロに限らず結構最後の方まで、まあ、明日もレースですし、シーズンが長い中でなかなかいい時も悪い時もあるレースだったなとは思ってます。まあ、トラックもありますしね。そうですね、トラックのレースが結構間に入ってきちゃうとメンバーが全員出せないことも多いので、もう少ない人数で走るしかないっていう機会もかなり多かったんでね、来年は本当はもっと出れたらなとは思うんですけど、まあ、来年いよいよオリンピックなんで、そうなってくるとまた選手たちがそっちに時間を割いちゃうかなとは思ってるんで、まあ、そこが心配というか悩みですね、来年は。じゃあどっちかっていうと、まあ、来年に向けての今シーズンだったっていうところもあったりするんですか？まあ、特に逆に言うと、まあ、J プロって8人マックスなので、うん、全員が全員出れるわけじゃない中で言うと、若い選手たちが参加できた、でそこで、まあ、岡本がネクストリーダーを取れたっていうことはすごくいい経験だったと思いますし、まあ、ただ正直先に取らせるのがちょっと早かったかなとは思ってます。あ、そうですか。やっぱどうしても彼が持ってるがゆえに彼を勝たせないといけないというか、上位でゴールさせなきゃいけないっていうチーム内で出てきちゃうんで、そうすると展開的にも消極的な展開に、彼自身が消極的な展開にならざるを得なくなっちゃうんで、まあ、それがあんまり後半はもうそこ気にしないでいこうねって話はしてましたけど、来年はもっと岡本にも、そうですね、若い選手にもアグレッシブに動いてもらいたいなと思ってます。確かに中井選手もプロリーダージャージ獲得してからすごいレースがしづらくなったって、そうですね、いう話してましたもんね。まあ、しづらくなるところとしやすくなるところとあると思うんですよ。そうですか、獲得すると、はい、うん、と思います。ただやっぱりそれはもう本人たちはその、ね、リーダージャージって着るとやっぱりもうプレッシャーですから、周りが思ってる以上に本人は周りから見られてると思ってもう警戒しますよね。その自分が持ってるものを取られるっていうのは本当に恐怖ですから、はい、そういう意味、それをポジティブに自分のエネルギーに変えられる選手はやっぱ強い、ね、彼らみたいな選手は強いのかなと思います。そんなメンタルが強そうなメンバーがいっぱいいそうなのがマトリックスパワータグだと思うんですけれども、あれはもうちょっとなんかもうみんな化け物レベルな感じがしますよね、周りからしたら。それはね、は言うけどね、ホセ見てみ、あいつ J プロでリーダー取ってる時さ、プレッシャーで頭の毛を真っ白になってことあいつまだもうなんか50前のおっさんみたいに見えるわけよ。まだ30代やのにな、やっぱあんな白がいっぱいになってな。で去年そういうのが解放されてた途端、今明日見てみ、髪の毛今真っ黒になってる。本当ですか？ほんまほんま、やっぱりそれぐらいやっぱりなあるわけよ。で、うちは大体 なんていうのかな、うちのチーム的に多分みんな心の中で思ってると思うんやけど口に出せんけど、象の墓場っていうチームなんや、うちはな。象って死ぬ前になったらさ、自分で墓場を求めて象バーって消えていくわけよ、その墓場に。だからもう BS ダメです、島のダメです、 あそこダメです、ここダメですってやつが最後に俺のところに来るんで、みんなもうフラフラになってな、すいませんで、でいつも12月ぐらいに来るんで、みんな、うん、あそこ断られたこと、これであそこあかん言われたやつらが12月の半ばぐらいにいつも来るからな、ユニフォーム作るのがいつも遅れんねん、うちはな。どうでもいいけどな。今シーズンはどうでした？今シーズン、え、何、今シーズン振り返ってみて。今シーズンあんまり良くなかったからな、なんかやっぱりそのあれやな、監督のやる気やな。やる気なかったですか？気抜けてる時はちょっとな、なんでですか？それは俺だってもう20年からやってるからさ、1年や2年ちょっとぼーっとする時あるわけよ、俺な。
っぱあかんかったら波及していくもん、みんな天気等に、でもうちょっとレースも具合調子悪いし、あれしちゃうな、今回ちょっと休もうかとかな、ちょっとあなたもうちょっと休もうって疲れてるし、別に疲れてても疲れてまいよな、もうわ行かなあかんねんけど、イケイケの時はなんかもうあかんようになったら、もう今回休もうかとかなるわけよな。結構休んだもん今年。そうですか。休んだ、結構休んだよ。だからそれはないやん、俺がしんどかってもう今回ええかっつってな、これあかん。いや監督も日々乗りすぎなんじゃないですか。え今もちょっと前半飛ばしすぎて今しんどいねいやいや何を飛ばしたんですか、何を飛ばしたんです、何で飛ばしたんですかお前のせいよお前のため思ってやな大変失礼しました、ありがとうございます、まあ、やっぱり狙う時っていうのは 前の年からもうきっちりとこう戦略とか策略立てて、で今も12月に選手がほろっと来るって言ってたけど、でも大体あいつ多分行くとこないから俺のとこ基本になっちゃう、大体分かるよ、それは10月くらいに分かるから上げたんだけど、であいつが入ってきた交渉あしょっていうような、まあ、そういうのをやってきて、でそういうやつが入ってくると、やっぱりそういうやつってもうそこそこ年であれやねんけど、ほらよそわーってされたっていう、ちょっと見返されっていう感じで1年ぐらいは強いな、で1年ぐらい見返したれって言って頑張って強いけど、おいええやんと思ったら、だんだん2年3で化けの皮が剥がれてくるからな、あほんでこいつ向こうのチーム飛ばされたんやなって、バレてくるからもうすぐあれすんねんけどな、1年や2年や頑張りよるからなっていうのもあってな、こいつがそうやからこうしよう、来年これあこうやってまだ勝てるわと、うん、もうまだいけるわっていうな、やっててんけど、今年はねなんかもうちょっとしんどかって俺が言うたら怒られるけどな、これもう社長見てたら怒られるんだけど、俺がってしんどいからそんなもん。でも逆にじゃあ理事長とかやらされてさそうですね、 JBCF 理事長だっていらん用事がいっぱいあってやな、もうそういうのもあってな、もう野寺をな俺みんな解放したってくれって言うのまたその話俺もしてほしいそうですね俺もな解放しきれてないと、ね、でまあ第二監督っていう あそこにあるからさ、はい、俺も第二監督っていうのでちょっとあれしてもらうと思って、第二監督あれしてんけどやな、あれがいまいちやっぱり何ていうのあれはあれは第二監督いまいち、まあまああれがあれしてくれたからなそこそこ俺もまああれできてんけどやほとんど分かんないですよ、ね、ほとんどどの分かるやろ、ニュアンスでニュアンスでは分かります、ニュアンスでは分かる、ニュアンスでは分かります、自分たち分かる、誰も分かんない、伝わんないですよねだからあれがあれであれだ、あそこら辺のねあそこにいる、ま、足つった大丈夫だよ、だいぶ温まってきたところでなんか違うのがあるんですか、続いてのコーナー行こうかなと思います、それでは続いてのコーナーです、ぶっちゃけペダルコーナー、待ってましたということで、ここからはロードレースファンの方々からいただいた質問に全力で答えていただきたいと思います、ゲストの皆さんの心のペダルを踏んでもらいましょう、まあ、ここまでもね大概もう踏んでるで、はい、踏んできたなとは思ったんですけれども、全力でしたね、足つったもん、ほんまに今日足すぎやってます箱の中にいろんな質問が入っています、監督の皆さんにはこれを引いていただいて質問を読んで答えていただくということになっております、誰が答える、引いた人、あ引いた人、はいそれ初め言うとったな、それそうですね、安原監督からでいいですか、ではお願いします、では質問をお願いします、どんなトークが聞けるんでしょうか、トランプやってんじゃないですか一回引いていい、なんか他に振りたいとか、逆に答えづらいことが書いてありますか、これ一般の人が書いてる、そうですよ、そうなん、あ今後改定してほしいルールは、おーおールールもうなんていうのかな、難しい、参加料を安しくしてもらう。それは何の理事長、理事長じゃないですか。理事長じゃないですか。参加料高いね、実業団は、Jプロツアーは。あと、せやな、シマノとかアイスさんとかブリヂストンは、二
タート5分遅らせてくれるとか、ね、5分取れ5分逆ですよね、遅らせなきゃいけないじゃないですか、ことだけど、はい、今後会計なんかある、会計してほしいルールあります、なんかある、ルールか、ルールな、なんすかね、ルールな、うん、ね、ルールって罰金ちょっと安くしてほしいとか、 あ、ね、うん、あれはな、はい、俺もあれもちょっとムカつくんよ3カレー取っといて何が罰金じゃんだろう俺理事長やねんけど何もできるよ俺理事長やねんけどさ、いやそれはもうあれするわ、あれはおかしい、あれは俺も絶対もうあれするあれあれ、罰金もいろいろありますもんね、えあれします、サイン忘れとか出走サイン忘れとか、あれはな、なんであれがあるかって言ったらもう古い悪い習慣があるんよ、これあんまり言うと前の人をなあれするみたいな感じになってもらうから、ちょっとあれあれであれまあ、その辺はちょっと考えちゃんとする、はい、おかしいよな、絶対おかしいよな、おかしいですね、まあ、とこも取られますもんね、そうそう、ね、サイン忘れね、だからね、あのその ルールはやっぱ多分安全とかに絶対必要だから、やっぱ守らなきゃいけないから、やっぱもう厳しくしてほしいんですけど、やっぱね、違う、そうそうそう、そう、ね、厳しくするところと何て言うかな、試着時定規にするところをな、はい、が一緒やからな、はい、試着時定規にするんじゃないっていうことをな、俺は声を大にして言いたい、ね、逆にどこを厳しくもっとしたらいいんじゃないかっていうのあります、ああ厳しくしたらですか、どうなんですかね、うん、どうなんだろう、ロードレースのルール良くも悪くも曖昧なところがちょっとあるので、例えばほら、あの見えないあのチームカーのスリップストリームに入っちゃったりとかっていうのは、 あれだったら、まあ、うまく利用したらなんですか、有利にも進められるんですけど、やっぱあれで有利不利が出るっていうのが、まあ、世界のロードレース見てても結構なんか、あそれが結果に影響しちゃうっていう残念なことがあったりするから、これは基本的に、いや分かるけどな、はい、でも選手の自覚もあるわけよ、あそうですね、選手もそれをこれはしたらあかんなっていうことはな、はい、やっぱりルールだけじゃなくてな、うん、もう難しいとこやこれ、いやそうですね、うん、俺は自転車っていうのはほら、ああいう、まあ、マラソンは知らんけど、はい、やったことないからな、人の後ろついたら楽ってあるやんか、自転車は、うん、そこでいろんなことが起きるわけやんか、うん、な風の抵抗っていうのがな、はい、これに対して、そう今言ったチーム感もそうやけどな、これに対してどうかっていうのはもう選手の自覚もあるしな、うん、これしたらあかんなっていうな、ないやつもおるしな、まあ、どうぞ、難しいよ、いや難しいですね、これね、これね、進めていったらね、終わらなくなりますよ、はい、次行きましょう、次、はい、行きましょう、それではちょっと回していただいて、はいはいはい、お願いします、こっちですか、では宮崎監督、はい、お願いします、どうしようかな、楽しみだな、何でしょうか、次は9ドン、好きな大会、記憶に残っている街は、お、いいですね、いっぱいありますもんね、そんなの どこで言うて言うたら よそも気悪いしはるしな、いやいや、だから今年どんなところがあったんですか、あのまず鹿児島でしょ、鹿児島ですね、はい、今野寺さんがデータ調べてくれてるんで、プロ行ったでしょ、行きましたね、はい、でその後、ハリマ、ハリマよかった、はいはい、もちろん群馬 CSC ですよね、はい、ハリマラーメンな、ハリマラーメン、泉州ラーメン、万州ラーメン、石川、石川もあるし、南魚沼、南魚沼、うん、よかね、あ石川町もね、まあ、日本 CSC もあった今年あったんでしたっけ、ああそうか、あの JBC、 あそうか、熊野とかかった、かぶったんですよね、そうだ、熊野とかぶった大会があったし、はい、内田選手が勝った、はい、はい、裏番言われへんよ、はい、熊野こと、まあでもあれですよ、好きな大会はやっぱ群馬です、あそうですか、はい、得意なんで、どっち回り、どっち回りでも群馬の勝率得意だよね、得意なんですよ、あれぐらいだとギリギリ登れるんですよ、うち、まあ、あれより登っちゃうときつい、なるほど、わかる、はい、うん、それで言うとうち南魚沼も好きやもん、いやもうマンセボ選手強すぎるんですっていやそうです、そうですああいうコースなすごいですね、群馬言うたら地元、記憶に残ってる街なんで群馬残りってますか、記憶に残ってますよ、残ってますよ、群馬、はい、群馬残ってますよ、かきまんじゅう食べたい、福音の往復しかしてない、いやいや、そんなことないですよ、やっぱ自分たちやっぱ母体があのブリヂストンサイクルなんで、販売店さんとかも
ご挨拶伺ったりするんですよ。そうなんですね、はい、なので群馬のお店さんにもそうですね、あの普段お店にいまして、であのブリヂストンの選手が結構来てくれるんですよ、はい、はい、なので群馬が、はい、思い出に残ってます。今の選手群馬出身の自転車選手ね、キャラクターが濃いから、あのことあ選手そこそこだと思いましたよ先輩。そうですね、そうそう、あの選手もスタッフメカの中島メカいたじゃん。あ、はい、そうなんか、はい、人とその街がリンクして思い出深いところではある。今村選手も結構来てくれます。でもどうや霞ヶ浦とか近いんじゃないですか。霞ヶ浦近くはないんですか。近くまあまあ近いですね。まあまあ近いんですよね。そこもまあまあですね。まあそこ好きなコースですけどね。あ、そうなんですか。まあ、あの難しいっていうか結構、はい、コンパクトだけどテクニカルで、なかなか面白いと思うんですけどね、はい、もう、 うちのスタッフの尾形なんてあのブラックバス釣りですね、はい、霞ヶ浦のレースには行きたくて行きたくてしょうがないです。釣りの話ばっかりしてます。そう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 。え、なんか思い出の地とかありますか。他ここ良かったなみたいな。良かったな、こう言ってもいいですけどね、うん、今年亡くなったけど、あのあそこな石川町のあの奥の悩いとこ電波入らんとこなやったっけ。ウドウですか。え、あれきつかったっすね。あ、きつかったっす、うん、桜が綺麗な街が良かったかな、街が、はい、何もなくて何もなくて、何もなくて、あーそうですね、はいはい、あそこ良かったですね。あの時期咲いてないけどな、久保木が、久保木は地元出身なんで、そうですね、だけどもうまあ向いてないですよ、久保木向きじゃないんで、こっち向きじゃないけど地元なんで。知らんやろうけど鈴木水広って。そうですよ、知ってますよ、同期の知ってますよ、はい、今回もいらっしゃった、ね、あの時は久保木のお父さんが頑張ってくれたから、ね、そうなんですよ、久保木のお父さん、はい、俺は古殿が好きやったんよ、へー、うん、きつすぎます。あの時はあれでしょ、石川ロードと3日続けていったからめちゃくちゃ暑かったんですよ、ね、4月の35度とかの時ですね、うん、いましたね。まあだからどこが好きなんよ、お寺は。僕はもう日本 CSC ラブですから、はい、地元ですから、ね、地元ですからね、地元ですから。そうですよね、はい、そうです、はい、走るんですよね。高校時代走ったんですか。高校時代、まあ、あの競輪学校によく行ってた。修善寺高校みんな走るって。いや、あの日本 CSC のコース、そうそう、あの、ね、僕の時代はね、あんまり貸してもらえなかった。そうなんですか。そうそうそう。ただあの子供の頃にあのテレビとかで遊園地とか出る、あの、うん、漫画とかに描かれてる遊園地なんて、あの伊豆半島どこにもなかった。遊園地っぽいところだったら日本 CSC だった、伊豆半島の子供からしたら、うん、であそこに行くのが楽しみだったっていう、この思い出もあるんだと思います。小松さんはどうですか。僕はそうですね、南魚沼とかはやっぱり結構印象に残ってて、やっぱりレースもクリテリウムで、岡本が2連した時もありましたし、何よりお米が美味しくて美味しいですよね。お酒じゃん。お酒もですし、お酒だよね、はい、一回あのご飯食べ過ぎちゃうんですよ、ね、ちょうど新米の時期ですしね。そうなんですよね。なのであの今年はお米買って帰りました。あ、そうなんだ。はい、楽しんで行かれたわけですね。満喫させていただきました。ロードレースしてたらいろんな街行けて本当に綺麗なところに行けるから、うん、それなんかもうラッキーですね。この仕事してたら大変。そうですよ ね、なんでそんなとこ知ってんねんって言われるから、ね、では続いて次のも質問いきましょう、はいはい、渡辺さんお願いします。渡辺監督は何を引くのか。知っている限り一番の大食いはいそうだな。大食いグリフィンあたりにいそうだな。いそうですね。うち、まあそうですね、頑張りましゅ。頑張りましゅ。よく食べるよね。よく食べますね、小山隆弘。どうですかね、なんかブリヂストンの選手すごい食べてるイメージ。うちは食べますね、みんな。あります。誰が一番。いや、みんな食べますよ。結構レース前とかだと橋本英也とかもめちゃくちゃ食べますね、いや、みんな食うと思うで。レース前まで食べてます。スタート直前まで食べてますから、みんな燃費悪いんで、うちの選手たちめちゃくちゃの量ってどれぐらいの量なんですか、それ。餃子10人前ぐらい。それは安原さんのあれですよね、時代の100人前ってやつですよね。100人前はないけど10人前はな、食べてたんですか。食べて、そう、タダになるから。タダになる。今食べたらタダになったよ、昔は。あのさん、あれ食べるんですかね。あの智也さん、若い時に、うん、ほら大食いの人ってお皿にこう乗り切らないぐらい持ってくるじゃないですか。もうお皿を飛び越してお盆に乗り切らないぐらいなんかいろいろ乗ってましたよ、うん、あのクライマーで登りも強いけど
本当にたくさん食べるイメージがありましたけどね、まあ、強いやつはよく食うな、そうですね、慢性胞炎もおっさんでもよく言おるもん、ええ年のおっさんのくせにバクバク食らえる酒食うようなむし慢性胞炎選手はおいくつでしたっけ、ノデラの1個下ぐらいじゃん、あのね僕確かね僕今48なんですけど、うん、僕の半年後ぐらいに生まれたと思います、なんかだからもう僕とほぼ一緒ですよ、はい、すごいですよね、おっさんはほんまもう何やよ分からんね俺も楽でええねんけどな、まあね、食い物の好みがないから、うん、あ何でも食べれる、何でも食うからもう今日どこ行くか言ってもう俺ラーメンとご飯でええわって言うてくれるんよ、めっちゃ楽やねんよそのチーム知らんけど、なんか食い物にこだわるめんどくさいやつがおるやんか、レース前これ食いたいとかあれ食いたいとか、もうあほ慢性胞がもうラーメンとご飯でええって一番強いやつが言ってくれたら、ほんならもうみんなそれでええわけよ楽でええねあいつおったらよう食うしな、ただそのロードレースってこう体絞ったりもしなきゃいけないわけじゃないですか、佐藤さんのところなんて若い選手来てやたら食べてこうお前そんな食うなとかあるんですか、いやあんまりないないですね、あでももっと食えって感じですね、うちはほら若手育成だから、はい、もうもっと食った方がいいよ、うん、まず体を作るところを佐藤さんのところだからその体重コントロール、あ中にはいるよ、はい、中にはちょっとねっていうのはいるけど、基本的には食事制限とかしないでいっぱい食べてちゃんとトレーニングして体を作っていく、うん、よう寝るやろ、寝ますね、みんなやったらうちのやつらもよう寝るんよ、もう風刺寝るしさあの俺が昔若い自分に開口剣のあのハードボイルド小説読んでてんけど悪いやつほどよく眠るって書いたんだよな、そうなんやと思ったけどまさしくその通り、うちのやつら見てほんま悪いやつよう寝よんの悪いの基準があれへんのか、はい、朝何時に起きなあかんとかアップせなあかんとかあれがある、気になれへんのかお前らって思う、もうほっといたら何ぼでも寝とる、一応やとかすごいですね、まあでもその分動いてますからね、はい、悪い、あよく寝るやつは悪いやつは強いんですかやっぱり、まあそういうことや、そういうことだね、そういうこと、そうそうそう、強いのは悪なんですね、じゃあそうそうそう、悪いもうちのやつら、あんまり悪いでもうこれでもこれでも悪くどっかにしとるからな、いやまあそんな悪の選手にあのチャットからですね質問がありまして、箱根駅伝を出場する大学監督のように選手を叱咤激励しますか、叱咤激励、走ってる時っていうこと、はい、走ってる時ですかね、箱根駅伝の監督が走りながらは言ってるもんな、あでも男になれ言ってませんでしたっけ走ってるそれはもうなんていうの、今無線が使えるレースではねあれするけど、走った激励するよ、よく海外のレースとかでも X に上がってたりするじゃないですか、監督のチームカーからの映像って、うん、あんな感じですか国内レースも、どんなやつあの、まあ、なんかわーってやつ、はい、いや例えばだからあの基本的に無線を使えるレースってカテゴリーが高いレースじゃないと使えないから、うん、あのなんていうんですか、上り坂の途中とかで声かけコース脇からするときだったらするよね多分ね、どんな感じで宮崎さんするんですか、あんましないかもしれないですね声を張ってるイメージが、宮崎くんでもよくこれやってんじゃん、これ無線じゃないです、無線じゃないですもう全開いけってね、やってる、全開でいけば言いますけど、あだからジェスチャーで、はい、ジェスチャーでやってるよね、はい、ジェスチャーで、はい、後ろで俺真似してるもん宮崎君選手たちがやるんで、あそうなの、今回これで最後いきますって言うから、なんかそういうチーム内でのサインって他にもあるんですか、あとあれけど言うとバレるよぶっちゃけはそこはしてくれないんですね、分かるじゃないですか、みんな分かるでしょ、分かるな、はい、あえて反対のこと言うてる時もあるけどな、そうなんですか、俺は特にそう、なんかもう、まあ、でもなんかやっぱり感情のまま出る時多いね、いい年してやっぱり声は出るよ、だからそれを聞いてやがましいなと思うのか、あ監督も一生懸命見てくれてるわと思うのか、それは知らんけど、うん、まあ、監督も一生懸命言ってくれてるわって、全然的外れのこと言ってるけど一生懸命やなあのおっさんって思ってくれてんのか、さあなあって思ってるのか知らんねんけど思ってくれてると信じてな、あんまり知らん顔しててもあるやろ、まあそうですよね、今年しやけど、さっきも言ったけど今年なんか知らん顔してたよね結構なんかもう別に言うてもあれやろと思ってたけど、やっぱり知らん顔してたら見てくれてへんのかとか、やっぱりいいよるからな、またじゃあ来年楽しみにしてます、うん、まあ、だから声かけって、その叱咤激励ってこうね、あの厳しい言葉を投げかける、まあ、そのロードレース長いからずっと言ってるわけじゃないけど、やっぱここが勝負どころだっていう
ポロの手前ではやっぱり声かけすることで集中力が一気に上がったりするしますし、はいはい、やっぱり選手人から見られてるって今安原さんも言ったように、人から見られてる感覚はやっぱ彼らの、ね、集中力パフォーマンス上げるので、ちょっとこの投げかけるのすごく大切ですよね。愛さんとかだったらなんか水谷監督とかフランス語とか出ちゃうのかな。フランス語はそんな出てないと思うんですけど、やっぱり喜怒哀楽がすごい出る方なので、もうチームカーでよく今シーズンはあの僕が助手席で、あの武さんが運転して無線でとかっていう指示してたんですけど、いきなりなんか隣で大声とか出されたりする時があって、何言うんですか。いや無線で普通にもういきなり大声出したりする時とかあるんでびっくりした。フランス仕込みのあるんでしょうねきっと、タイミングとか。うーん、そうなんか、あとフランス語とか出ないの。フランス語とかそこは出ないの。フランス語言うよね、あボソボソは言ってるかもしれないですよ、ね、そこはフランス語でなんか、あなんか言ってるなみたいなのは、あの J プロと違っちゃうけど無線で選手からどうしますかって聞かれた時に悩む時ないですか。ああ止まっちゃう時、うん、逆に聞かれるん、聞かれます、ここどうしますかって聞かれた時に、うん、みたいな、あのそこはね、僕はそういう状況ってすごくいっぱいあるでしょ、はい、あの人に聞いてから動いたら遅いだろうとお前らで判断せえ言うてます、で自分の責任を回避してる俺の責任じゃない、ね、もう初めからも常にそれ日頃とか言ってもお前らが現場で判断せえと、もう聞いてたら遅いぞって、ね、なんかこのぶっちゃけトーク面白いですねすごいいろいろ聞ける。俺のところはな、だからこうしましたとかこうしますって事後報告が多い。これを目指してるわけですね。だからそうそうそうですよ。だから選手だから安田さんのところに行く選手は確かに他のチームでもベテランとして最後に安田さんのチーム選ぶ選手とか多くて、だからもうそういうのちゃんと多分あの出来上がってる経験が、はい、もうできてる、ね、いつも言うんだけど ミーティングなんか1分で終わるからうちな、今日こいつね明日こいつねっていうな、もうそれをなもうみんなやること分かってくれるから、んでリーダー取ってるけどいつまであいつら任せあれ先頭引いとんのかなとか思って聞いたら、あもう拒否しましたとかな、もう全部事後報告、うん、もうええぞっていう前になもうやってくれてるから、まあ、そういう意味では楽やけどね。でも激励はするよ。あそうです、一発そこで踏めとかやっぱそれはするよ、うん、でもあの佐藤さんが普段温厚だけど選手にそういう時はちゃんとこう温厚ちゃうで違うんだ違うんだ、ね、うるさいで普段から。あでも自分らの無線使えないんで基本的にはだからそのレース後ですよね、うん、なんであそこで行かなかったのかとか、なんであそこでということが多いですよね、うん、それはそういう何度も同じ過ちを犯しちゃう選手もいるじゃないですか、うん、毎回同じようなシチュエーションで絶対に行かなきゃいけない時になぜか行けなかったとか、うん、それを改善していかなきゃいけないんで、それはまあアドバイスというか、レース終わった後を集めてやってるもんな。そうですね、まあ、必ずそういうやな、はい、いいやなもう分かっとるから言われても、もう若手でみんなまだ分からない選手が多いんで、やっぱそれ大事な時間ですよね。大切やな。さあ次のでは質問に行きたいと思います。回しましょうか。優先箱を回していきましょう、はい、すいません一個一個の質問に僕らなんかもうそれで終わらせようと思ってますね最後まで話引っ張って一人、はい、一応は引いてもらいますからね、はい、行きますよ、はい、お願いします。世界を意識する、はい、ん世界を、はい、目指すことは大事ですかと。あ X からいただいた質問ですね。そう X 誰使う X、あこれツイッターの、あそういうことか、はい、これない、あの放送中にゆういちさんからいただいた、放送中じゃないんじゃないですか、先生にいただいた。あそうなんだ、はい、世界を意識することは大事ですかと、そこを目指すことは大事ですか、でももちろん大事だと思いますね、はい、タイミングとか、えタイミング、タイミング、タイミングというのはこうキャリアを通したタイミングですか。なんか海外を目指すにしても、うん、もうすぐ行っちゃえの方がいいのか、うん、日本で経験を積んだ方がいいのか、いやーそれは議論があるじゃないですか。そうですね、それはだからでも僕確かに海外に出る体ができてないうちに向こうに行って潰れてくる可能性っていうのも大きいんだけど、ただやっぱ本当に世界でトップを目指そうと思ったらやっぱり海外のコミュニティに入っていかなきゃいけなくて、その中でやっぱりその本当
当に現地の人に応援される立場になって向こうの社会の中でステップアップしていくっていうのが一番かなと思うので、誰かに言ったらええちゅうもんちゃうでしょ。確かにね、誰でも彼でも。確かにその通りです。そんな言ったら誰でも彼でも行くんだよ。そうですね、うん、ありがとうございます。僕も今言ってて、なんかいい、本当にいいのかなと思って。難しいですね。じゃあこれ誰でも言っていいことだよ。だからそれはまず日本でやっぱあれですね、日本のこの社会の中で自分を証明して、ある程度その位置に行けたらもう早く早めに行くっていうことですね。それですそれです何やねんその握手いやだってどう思いますか佐藤さん。そうですね、僕は結構海外を目指している選手を募集してるんですね、うん、まず基本的には海外を視野に入れてない選手はあまりこう、まあ、言い方ですけど僕はあんまり興味持ってなくて、やっぱ海外にチャレンジしたいっていう気持ちが、ただやっぱり僕のチームに来てくださってくれた選手でもいきなり行かせないですよね。やっぱある程度やっぱり行って、もうなんか記念受験じゃないけどそんな感じだったら行ってもしょうがないじゃないですか。ある程度のレベルというか、あ、これなら行ってもいいかなって。ただそれにしても海外でもいきなりね、コンチェンターチームとかそういうの無理なんで、アマチュアのレースからっていう感じでちゃんとステップアップしながら行ってほしい。あとはもう言葉はもう絶対なんで、まあ、英語はしっかり勉強しろよって話は。英語に強そうな選手グリフィンにはいっぱいいそうですけどね。全く英語できないですよ。そうなんですか。でもまあ世界、そうですね、なんか世界に目指す道となんか国内で頑張る道っていうのはなんか2つあってもいいのかなみたいな感じは僕最近はしていて、なんかこう世界が全てゴールではないような気はしますね。やっぱ国内は国内の、まあ、JBCF だったりリーグでやっぱりスター選手だったりとか、それなりにこう活躍して幸せな人生を送れる人もいるとは思うので、全てが世界に通じているわけではないのかなと、自転車ですけどね、とは思ってはいます。選手それぞれがどこを目指すか。そうですね、もう まさに何かそういう素晴らしい、本当にあの決して世界を目指すことだけが価値じゃなくて、明日隣にいる人間に勝つだけでもやっぱ価値があることなんで、 まずその自分が達成できる目標を確実に達成していくってモチベーションでやったらいつの間にか強くなるんだと思う。で、あの 水谷監督なんかはそんな話しないの。向こうヨーロッパにずっと住んでて話あんましない。そういう話はあんましないですね。あ、もうだからあいつ結構割り切ってるもんな。でもそのブリヂストンの選手なんかはね、そのトラック競技だったらもう世界に通用する実力を持ってる選手が何人かいるわけじゃないですか。そうですね。彼らの意識ってどうなんだろう、そういうところ、まあ、彼らはそもそも、まあ、チームの体制が2018年に変わって、もう東京オリンピックのタイミングでメダルを取るぞって言って集めてるメンバーで、うん、まあ、そこが叶わなかったとはいえ、まあ、来年のパリでメダルを取りたいっていう選手たちが集まってるんで、なんだろうな、もうしっかりとそこに向けて自分がどういるかっていうのは見てますし、こうチーム長くこう携わってきてて、やっぱりロードレースで頑張った時もありますし、チームがそうすると各々の目標がバラバラだとやっぱり選手によっては温度差が結構あるんで、そういう時ってうまくいかなくて、今うちのチームは全員オリンピックでメダルを取るっていう、まあ、そこが一応チームとしての目的ゴールなんで、比較的まとまりやすい、あの楽させてもらってます。もうそういうのでも大事ですよ。僕もチームの中で選手の目標が違ってくると結構大変、僕もやっぱ経験あって、それで自分の中ではやっぱりこう海外目指してる選手っていうのにこうした感じですね。まあ選手それぞれもそうですし、監督としてもいろんな思いがあるわけですね、うん、じゃあちょっと次の質問いきましょうか。あ、小松さんは松代理監督は何でしょう。試したいと思っている戦術は。戦術か。また難しいんだよ。難しい。竹走らせるとかね。はい、難しいですよね。何かありますか。だから 今だったらアイサンスレーシングは、うん、今年だったら岡本選手大活躍しているし、日本チャンピオンの草場選手だっているから、まあ、そういう軸の選手がいるから常にこういうそこをさえ軸にすればなんかこう上位に行けるし優勝できるけど。じゃない、なんか違うのないの。もうその2人にも永遠スタートからこき使って引かせるとあ、それいいね、明日やったらそれ明日。でも石上選手とか明日、うん、まあ、
まあそんな、うん、そうですね、だいたい愛さんの今のチームの流れは戦術を読める感じではありますよね。そうですね。で、まあ、石上選手はやっぱ逃げに乗って強いから、なんかそれじゃなくてなんかないのこうその3人をもうとにかく1回遅れさせるとかそしたらライバルチームとしては楽だな、これは。ない別に思い、まあ試したいと思っているよりは、あの実際もうあれなんですけど、山口の先日行われたレースで結構もうあの攻めのレースをしようっていうのをあの話してて、でまあ序盤にできて逃げに4人ぐらい乗れたっていう時、ああそうだったね、ほとんどの選手だったよね、はい、あの時も加計さん帰っちゃったんですけど、もうあれはもう意識してやったら、そうですね、それでまあすごいいい展開ができたかなとは思ってまして、まあ、まあ今そのパッと思いつくようなのはないんですけど、まあまたそういう面白いレースができたらいいかなとは思ってますね。確かに逃げに愛さんが4人乗ってるって、うん、なかなかでしたね、はい、そうですよね。逆に今年こんなこと実はやってみましたってことありますか、チームの中で試してみたみたいな。今年、例えば今年の話じゃないんですけど、はい、去年とかもだからさっきあの群馬がブリヂストンさんがめちゃくちゃ得意っていう、そうですね、普通にやってたら語れるんですよ、うん、だからもうどのチームも予想していなかった早い段階で島野が先頭に立って思いっきりもうペースを上げて玉砕作戦をしたっていうのはあります。それが意外と有効に働いた。結局そこではもう僕ら勝つことはできなかったけど、結構みんな他のライバルチームの強い選手がそこで足削られた、やばかったあれって言ってくれたから、そういうやっぱり相手チームのが誰もがこう予想していなかったようなことを やってインパクトを与えるっていうのはやっぱチームとしてレースの中で大切かなと。なんかこう一目置かれる上でもね、それまでそうじゃなかったら相手は何もしないしついてくるだけだから、もう前に来ても入れさせないみたい な状況にね、あの島のレーシングも若い選手ばかりだった時はなったけど、やっぱりそのアクションを起こすことで、ね、あのレースも次のレースにつながっていく しやすくなるってのはありますよね。あります、ね、はい。やっぱりでも島野は本当今年強くなったよね。やっぱり、ね、まあ、もちろんね、あのランキング1位だけど、ね、やっぱりまあ言い方悪いけど去年とはもう全く違う、ね、感じが、やっぱり展開を、ね、ちゃんと作ってしっかりや、はい、チャレンジしてっていう、まあ、もうなんかかっこいいじゃんのでちんみたいなさ、それぞれの選手が光ってましたよね。そうですね。だからこれね、監督ができることってまあ確かに少ないって言えば少ないですね。そんな大きな流れを作るのはもう選手たちなので、でここで本当に今年今入部選手に戻ってきてもらった、うん、でそれまで、で今こうチームの中で主軸になろうとしていた、ね、今年のリーダーの中井とか、風間とかがこう自分たちがやっていくんだってところにさらに入部を読み戻したことによって、彼らとしては実際には目の単行部みたいなのが入ってきたんですけど、そこでいや俺たちが主役にならなきゃいけないみたいな意識的なレベルっていうのもすごく上がったんですね。で、まあ、あの石原とか、ね、がもう今年活躍した選手も新たに入ってきて、なんかもう本当にチームの中でいい感じでライバル関係っていうのができてきて、いい流れになってったっていうのが、だからもう僕がやったことっていうのは別にほとんどないです。彼らがもう自分たちで引き上げてってくれたっていう印象でしたね、はい、ものすごく雰囲気がいいのも伝わってきましたもんね。そうですね、うん、来年ぐらい喧嘩とか始まりそうなんで、それはそれでいいかな。チームの中でやっぱ本気になればなるほどね、たまにこうぶつかり合いとかも起きるから、そういうのなんか ないんですか、チーム内で。なんかチーム内雰囲気悪いみたいな、だから周りから見たらすごくどこのチームもなんか楽しそうだけど、見えますよね、中行ったらブリヂストンさんなんてもうやばいですよ。あれロードの時はみんな仲いいですよ、ロードのレースの時は。そうなんだ。トラックの時はもうめちゃくちゃですけどね。だからもうライバル意識がめちゃくちゃ高い。そうですね、トラックはもう完全に個人種目なので、もうライバル全開で戻ってきますから。それこそこの前今村選手が来年のオリンピックに向けて、オリンピック枠を取るのにチーム内でこれから
っていう話を。そうですね、なんか本当に、まあ、もう年齢も、まあ、久保木選手なんかは結構年齢高いですけど、久保木選手に対しても若い選手からも、もう あそこの走りはなかったみたいな、うん、なんであんな走りなんだみたいな、本当に喧嘩にはならないですけど、それぐらいみんな真剣に、まあ、トラックの場合やりますけど、ロードは比較的しっかりとみんなエースのために献身的にみんな動きますね、うん、いやそれぞれのチームいろいろ聞いてみるもんですね。ではなんか緊迫したところをなんかカメラに捉えてほしい、はい、見てる方は面白い。そうですよね、はい、そうですよね。あじゃ あ, あのガチンコサイクル TV さん来年もよろしくお願いします、はい、ガンガン入ってきて撮ってください、はい、じゃあでは佐藤 GM からも見た方がいいな、はい、何が出るか。ぶっちゃけペダル、あ可能ならば今の何倍予算が欲しい。これそれねこれは行く何倍でも欲しいですね。そうですよね、はい、そうですね。僕らやっぱりこう若手育成なんでクラブチームなんですけど、やっぱり海外のレースとかにもアマチュアレースとかもチームでチャレンジしたいなと思うんですけど、やっぱり予算の問題とかもありますし、やっぱり今円安とかもあるじゃないですか、うん、まあそうですね、やっぱ強化の部分では予算は欲しいですね。たくさんあったらまず何します。そうですね、まず本当にどんぐらいあったらどれぐらいあったら足りますかいやだからこれくらいあったらこれがしたいっていう。そうですね、1億ぐらいあったらしますいやいやいいですよ全然。まあそのフランスとかに一軒家借りて、そこをベースにしてトレーニングと、まあ、周りのアマチュアレースも毎週何レースもあるじゃないですか。でどうしても行ったり来たりしているんじゃなくてっていうことをやってみたいですね、うん、で日本でももちろん強くなれるんですけど、まあ、うちの選手も年に1ヶ月とか行ってもらったりとか海外のレースとかチャレンジしてもらってるんですけど、そういうのをもうちょっとできたらいいなと思いますね、はい、なんか特に今注目選手って。いやまあ本当僕ら出しちゃう感じなんで、ある程度強くなったら次のステップに行ってもらうんですけど、まあ、ちょっと来年、まあ、うちに所属しながらまたちょっとフランスとかにチャレンジする、まあ、内田選手とか、うん、あと岩田選手っていうのは楽しみにしてますね。特に内田選手はちょっと遅かったんですね、うちに来たのが。大学卒業してからうちに来てくれたんですけど、今2年目で、まあ、皆さん熊野でいなかった時ですけど、うん、修善寺のね、いや強かったですよね、レースで勝ったりとか、はいはい、安定してね、ある程度、まあ、まあ苦手もあるんですけども、かなりフィジカルは上がってきてくれてるんで、まあ、彼なんかは1年あと1年2年とかである程度のところまで行ってほしいなと思ってますね。うん、楽しみですよね。いやその他なんかこう海外に拠点を置いて以外にこんなことやってみたいみたいなのありますか、予算があれば。俺の給料上げたいなそれはみんな思ってますよね、うん、選手スタッフだけじゃなくて皆さん思ってると思います。そうですね、人を予算雇っても自分あんまり動かんようにしたいよね予算人雇ってで、まあもうなんかもうあとはもうガチンコさんの配信見てるだけでなでもしお前何してんのってこうこうさせろああさせろって言うときたよねまあでもそうですよね。あと移動もヘリコプターで行きたいからさ群馬とか遠いもん、車で毎回毎回さあとバスも欲しいよね、バス。あバスプロツアーみたいなバスな、うん、まあ登れないですよね。お前たちどこ止めんねん言われんねんけどな、レース会場置けないですよ日本は。大変そうですよね、いつもね、日本さんが大変そうだから、うんうん、やっぱハイエースだね、やっぱヘリコプターやな、はいでも女子マネも欲しいよね。女子マネ、あ女子はややこしいんよ。それお金があればの問題になってくるのかわからないですけれども。いろいろね、まあ、ありますよね、やりたいことは。なんぼでもあるよそんな。なんぼでもありますね。なんかこう本当トレーニングの設備をもっと広げたい。空洞研究のなんか、うん、そうなんですよね意外とこうチームでこうなんですか、恵まれたこうウェイトトレーニングとか室内トレーナーとかそれをやる場所とかをちゃんと自分のクラブハウスみたいなところに置けてるチームってほとんどないと思うので、本当努力しながらチームも選手も努力しながらやってるので、そういう設備も一通り揃えたいというのと、例えば今ね佐藤さんの、BMX 用の
トラック作ったりとかコース作ったりするじゃないですか。そのロードレースのトレーニング環境だけじゃなくて、若い子がそのテクニックを作っ、あの基礎を作るような、なんかそういう施設なんかも、ああいう取り組みっていうのもものすごくしてみたいなと。あれいくらぐらいかかるんですか。めっちゃかかるんですよ。あ、これですね、はい、3億あったらやりたいです。シマノだってあの会社の中でフリーボリーとか作ってるから、そうですね、あれも結構かかってるやろ。いや、きっとかかってるんだと思うんですけど、フリーボリー僕らが使えるもんじゃない、気軽に投げられるとこじゃないので。尾形さんいけないですね。いや、いけない、もうあの禁止です。出禁にしとくわ。そうだ、ちょっと競技場とかシマノもな作ってくれて、釣り堀の周りにな、競技場とか、そうですね、安全性すら確保できれば、なんかそんなのやってほしいですよね。あと X で質問が来てるんですけれども、UCI ワールドチームに加入させてみたいと思う期待している選手を聞きたい。まあ、今回トドメ選手が入ることに発表されましたけれども、その他にもこの選手期待。マンセポ生かしたらいいんちゃう。もう一回生かしたらいいんちゃう。もう一回。あいつなんか先月あれなんていうの、20分 FTP あれ過去一出たって言って。マジですか。まだいけるやないか、向こうでっていうな。すごいですね。まだいけるんちゃうかっていうので。じゃあツールドフランス4位になった時より良かったってことですか。な、ね、知らんけどな、なこと言うとったわ。いらっしゃいますか、まあ、他のチームでも、あ、国内選手でとか。金子選手いいんじゃない。とにかく体力すごいじゃん。体力だけはすごいですね。そうですよね、あっちもすごいみたい、うん、だからもうそれは金子選手だってさ、なんていうのかな、もうなんか違うものを持ってるように俺には見える。なんかね、うちタイムトライアル強い選手が強い多いんですけど、自転車みんな下手くそなんです。そうか。だからそのね、あのワールドチームって言ってもやっぱりものすごくもう世界の最高峰だから、もうレベルがもうめちゃくちゃ高いんですね、うん、やっぱりその J プロツアー、まあもちろんそのみんなも頑張ってるけど、ね、ここでね、いいものを持ってるからって気軽に行けるような場所ではもう全然ないので、だからこうなかなか難しいですよね。 あいつ行ってほしいとか、こいつ行ってほしいとか、うん、っていう軽はずみには言えるような、あの簡単な場所じゃない。あ、野寺さんね、コルパック。いや、ああ、そうです。僕はだからそこにあの行って、だから僕はすごいレベルが高かったから行ったんじゃなくて、僕はそこに行って、あの身をもってその場所のヤバさというか、レベルの高さというのを感じてきたので、だそういう意味ではね、本当に壮絶な世界にチャレンジ、世界を目指すということは壮絶な世界にチャレンジすることになるので、まあ、そういうまずはこう、ね、レベルと意思の高い選手を発掘しなきゃいけないですね、僕らもね。そこまでのやっぱり気持ちを持っていかないとっていうことですよね。ただトドメ選手なんかはそのね、それに近いものを絶対持ってる選手なので、あのそのニュースが入ってきた時はちょっと嬉しかったですけど、うん、まあ、そこも楽しみにしながら、まあ、他の選手だけではなく、いよいよ明日さあロードレース東京タバ2023が行われます。まあ、その前日ということで皆さんにお集まりいただいているわけなんですけれども、明日や、そうなんです。この東京のなんかもう疲れてません、みんな。大丈夫ですか。お前元気やなと思って、お前疲れてるはずやろ大体。そうですね、もう始まったら元気やんけ、お前始まる前でずっとこうやって、俺野寺大丈夫かなって心配してたんで、始まったらめっちゃ元気やんけ。もうそう、明日はいよいよレースなんですけれども、はい、東京の多摩地区を舞台に開催されるロードレースとなっておりまして、エリート男子が 72.6 キロ、そしてエリート女子が 49.8 キロのコースで行われます。ちょっとここについても皆さんに意気込みを聞いてい行こうと思うんですけれども、佐藤さんからでは、弱虫ペダル佐藤 GM からズバリ明日の戦略は。ついでく。まず出場選手はチームとして、あのやっぱ内田選手と岩田選手と網地選手、3選手なんですね。で、まあ、これ、まあ、関係ないから女子も一応出るんですね、はい、小林選手も出るんですけど、まあ、僕らはですね本当にあの当たって砕けろの作戦なんで、まあ、どうにかですね本当にあのもちろん自分たちからアクションを起こすのもいいですけども、まあ、あの大きな展開はしっかりと反応して、あの
後手を踏まないというかですね、置いてかれないようにしっかりやりたいと思ってますね。まあ、とにかくもうね、BS さんとか、シマさん、アイサンさん、マトリックさん、強いチームいっぱいいますので、まあ、その胸を借りて、しっかりやりたいと思います。内田選手も期待しながら、そうですね、いきたいと思います。はい、ありがとうございます。では渡辺監督、グリフィンは金子選手が、じゃちょっと期待できないと思います。そうなんですか。まあ厳しい戦いになるなと思います。あとはそうですね、地元賞があるので今回、東京出身の選手が3名いるんですよ。今回エントリーしてるのが、金子、伊藤が2人いまして、橋本と三宅、割とスピードのある選手が多いので、まあ、地元賞欲しいなって思ってます。まあそこもね、でも狙いに行くのも一つの作戦ですもんね、はい、金子は明日はスプリントで勝負します。お、楽しみにしてます。今なんで野寺さんの顔こんな黙ってられる選手じゃないでしょ。練習したんですよ。そうなの、はい、あの集団の中に分かったって言ってました。スプリントが分かったって逃げていくんじゃなくて最後のスプリント勝負にかけていく。そうですね、はい、おどうなるのか楽しみですね。愛さんとしてはどうでしょう。そうですね、メンバーとしては岡本、草場、トーバル、石上、佐藤健、参戦するんですけども、やっぱりあのブリヂストンさんがトラックシーズンということもあってだいぶ選手仕上がってると思うので、まあ、スプリントになったら相当手強いかなと思いますし、まあ、スプリントを覚えた金子さんももがくっていうことだったので気をつけながら、はい、明日は頑張りたいなと思います。金子は別ラインで行くっていうブリヂストンの別ラインで金子が行くぞなんて、だそこにまた愛さんラインもできてになってくるのか。でもあグリフィン来たかなと思うと大体愛さん工業なんでジャージが一緒なんでちょっと分かんない時は、分かんないかもしれない、分かんない時は、分かんないかもしれない。どっちになるのか、いや両方来てほしいですね。まあ、そして皆さんが口に出しているブリヂストンとしてはどうでしょう、はい、いや、あのコース的にも、まあ、距離も短いですし、自分たちとしても、まあ、ある意味大本命になってるだろうなとは思ってます。ただそういうレースの時って結構難しいんですよ。でやっぱりうちのチームが見られるBS 動くでしょうになるでしょうし、まあ、そこを全部うちがさばけるかっていうのはそうではないですし、まあ、かなり大変なレースだろうなとは思ってます。で意外に土地勘がないというかコースが入り組んでいるので、コースプロフィールを見る限り、まあ、そこら辺もどう出るかなとは思ってはいますね。ただ、まあ、トラックシーズンっていうわけでもないんですけど、ただ比較的他のチームよりはオフ明けとかオフ中とかではないので、コンディション的には悪くないかなとは思ってます。メンバー的にも結構、メンバーはそうですね、みんな出たがりなんで、橋本、今村、小島、松田、山本、まあほぼほぼフルメンバーに近い、まあ、久保木がちょっといないんですけど。小島選手も今年すごい調子いいですよね。そうですね、かなり調子いいですし調子乗ってるんで、今年は最後小島が、ね、決めてくれたらいいですけど、まあ、そううまくはいかないのは分かってるんで、まあ、スプリントになったらドキドキしますしそうね、はい、そうね、もう今回何も分からないんでね、ゴールで待ってるしかないので、展開も本当 YouTube で見させてもらって、多分スタートしたらそうですね、 ですね、はい、ドキドキなレースになるかと思います、はい、最後やっぱりスプリントになりますかね、野寺さん。いやそうですね、もうおおよそこのコースプロフィールと高低差からしたらスプリントレースと言えるコースプロフィールだなと思ってます。で、あのこのね一月ほど前から J プロツアーのこう最終戦に向けて、あ12月までレースがあるよねって話になった時に、ブリヂストンさんとアイサンさんはうちは本気で行きますよ、お前ら出てくんなぐらいな公言してたね、うちはバリバリ練習していきますっていう、だからもうそこが気合入ってるの間違いないんです。なので僕らは今、マンセボ選手20分 の更新したって言ったじゃないですか、マンセボ選手マークで一緒に連れてってもらいます。お、逃げ切るように
狙うっていうのが一つのプランなんですけど、もう一つはブリヂストンさんとアイサンさんがこう競り合ってゴール前でもごもごっとこうしてるところをピュッと行くと。これね、あの今年の群馬サイクルスポーツセンターでイリベ選手が4月に勝ったんですね。この時にブリヂストンさんとアイサン、この2大スプリンターチームがやり合っててうまくいかなくなったんですよ。お互い潰し合ってくれたところに中井選手がイリベ選手を連れてって、僕らは今年初優勝したので、あのパターンをゴール前になったら狙おうかなと思ってます。2つの戦術パターン言っちゃって大丈夫でした？大丈夫ですもう公言してももうバリバリそれでいきますんで、はい、メンバーが、メンバーは、はい、中井、風間、石原、香山、寺田ですね。ああ、はい、これね、あの彼らも若くて勢いがある選手なので、うん、明日は勢いでいきますんで、はい、そうですね、はい、まあそこでしっかりと取っていきたいというのも安原監督あると思うんですけれども、なんか賞金が男子は200万円、何勝ったら明日の優勝賞金男子は200万円と聞いてるんですけど、うん、どうします？それは俺が預かって年末に10倍にしようと思ってるんだ年末のグランプリでな、じゃあ喜ぶやろ、馬の方ですか100万円分けるより2000万分けたった方がええやろって俺に預けろって言ってな、それ多分うちのチームじゃなくて予想チーム買っても俺に預けたら方がええと思う10倍になるから確かにっていうプランやねんけどね。でも明日どうでしょうチームとして。いやパス出るメンバーは明日誰出んねやろなんせも帰ってけへんかったからないないんですか？いないんですか？知らん、多分狂っちゃうじゃないですか。狂ったな、いきなり狂ったな、やばいな、帰ってけへんねん。もうあいつドバイでなんか賞金レースあるから行かせてくれって言うから、ドバイでなんかすごい賞金の高いレースあって、それって買ってな、はい、買ったら帰ってきよれへんの。お金1割2割こっち入れるのって分かったって言って、行ったまま帰ってきやがれへんの。あいつ2000万ほど向こうで稼いどるから、ネロが引っ越し最初金ね、こっちの方が金からネロ取ってんけど、待てよ、向こうの方がええがなっていうので行ってな、へで、あかんかったあれやってんけど、取り寄ったから、すごいですね。もうあいつ帰って分からんねえじゃんか、どこ行った、今のところ手元のエントリーリストはマンセボ選手、はい、マンセボとエントリー、ホセ選手、あとエドガー選手、安原大輝選手、小森亮平選手。それは回してんなって意味は分からんねうちのやつは悪いからね、どういうようにね、もういつもせん、こいつ来んのかなといつも思ってるよな。じゃあ明日スタートラインに並んでいるかは9時スタートとなっておりますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。お近くの方ぜひ生でこのロードレースの迫力も見ていただきたいと思いますので、チェックしてみてください。さあそれでは最後にゲストの皆さんに来シーズンに向けての抱負などを伺っていきたいと思うんですけれども、どうしましょう、渡辺監督から。来シーズン、はい、はい、シーズンはそうですね、まあ、あのメンバーはほぼほぼ変わらないんですけども、今年2勝したんですかね、2勝できたので、そして総合で愛さんに勝ちたい。おどういうライバル視なの、どういうライバル視なんか恨みとかある？いや、わかんないですけど、社長命令社長命令なんかあるんだろうね、なんかあるんですね、どっかで恨み買ってるんですよ、なかなか大変だけど、でもいい選手、ざっくりした今日ですね、うん、はい、面白い、楽しみですね。全日本選手権、そうね、活躍したいですよね。そうですよね、金子選手もタイムトライアルも取っていて、今年はロードもっていう話も。コースがちょっと悪かったですね、タイムトライアル、うん、はい、コース悪かったってちょっとあれですけど地元だったんであれですけどもうちょっとそうですね、タイムトライアルっぽいコースにしていただけると、うん、アンダー23と両方振りたいなと思います。はい、そこも楽しみにしております。はい、では宮崎さん、お願いします。そうですね、もう来年はいよいよオリンピックがあるので、そしてやっぱりパリのところでオリンピックでしっかりと、まあ、チーム、まだ出場枠が決まったわけじゃないので、まあ、チームパシュートでもちゃんとチームとして出場して、で個人種目でもメダルが取れたら、本当にそれは、まあ、うちのチームだけに限らず、まあ、自転車競技全体の底上げにもなることだと思うので、まあ、そのためにもそこにまずはしっかりと標準を合わせてチームをやっていきたいと思ってます。楽しみにしております。
続いてじゃあ佐藤さんお願いします。はい、うちも育成チームでこう卒業してきた選手も多いんで、まあ、来年また新しい J プロツアー橋の 4人いるんですね、うん、その中で来年からジュニアになる選手も、今年ユースツアーで走った野崎選手っていう、まあ、今高校1年生なんですけど、高校2年生から J プロツアー来年チャレンジしてもらおうと思ってて、まあ、そういった選手たちをいかにこう育ってってもらえるか、まあ、そこかなっていう、まあ、育成なんでそのチームランキングというのはなかなか厳しいと思うんですけども、その中でもまあ注目を浴びるというかですね、あの選手伸びてるなって思ってもらえるようなチーム作りをしていきたいなと思いますね。野崎選手だったら今年の南魚沼のロードのかっこいい逃げ切り勝ちが印象的でしたけれども、ね、今シクロクロスずっとジュニア、ちょっと早いんでシクロクロスジュニアのカテゴリーですけど、一応今全部全勝して UCI レースも2勝してるんですね。まあそういった意味でもかなり1年間で成長してくれているので、まあ、そういった若い選手がグッと出てくると盛り上がるかなと思ってます。はい、まだまだ楽しみにしております。はい、頑張ります。そして来年ライバル視をされている愛三工業としてはどうでしょう。そうですね、新しく、何名か選手も、迎え入れてと、いう形に、来シーズンになりますし、やっぱり愛三としては、コロナ前からアジアツアーにも結構、参戦していたので、今シーズンは1レースしか海外レースは参戦できなかったんですけど、まあ、来シーズンはそこも増やしながら、まあ、その新しく、加入する選手もその JBCF などの、場で活躍してもらえれば、まあ、いいかなと思ってますし、グリフィンさんにも負けないように頑張りたいなと思います。はい、さあそして今年優勝しました島野レーシングは来年は、うん、今年優勝個人もチームもさせてもらいましたけど、決して自分たちが強いチームだとは到底まだ思えてない、本当にライバルチームの強さの方が上だと思ってます。もう本当に今年、ね、集中した取り組みで、まあ、大きく成長したのさせてもらえたのは確かですけど、ただやっぱりまだまだ目指すところはあるので、まずはこの J プロツアーで優勝したチームがちゃんと、ね、日本のトップ世界で活躍できるんだって、まず全日本選手権でもう優勝を目指して、そして UCI レースでやっぱりこう、ね、周りが認めてくれるような勝ち方をするようなチームにさらに成長していきたいなと思ってます。はいはい、まだまだ楽しみです。はい、ありがとうございます。では最後に安原監督からお願いします。はい、チームこうね、はい、来年の目標、ね、抱負チームね、はい、いろいろ考えないことはあるからな、来年のことはな、あれもこれも考えない、チームやな、とりあえずな、チームです。やっぱチームは、なんていうかな、よそと何でもいいのにスタイルが違うから、うちはな、日本の選手ももちろん、まあ来年は入ってきて若い子も入ってきてやるんやけど、これあんまり日本人好きちゃうから、なんていうのかな、特に日本の若いガキどもちょっと調子に乗ってて、大して強ないくせに調子に乗っててっていうやつがあまりにも多いから、いやみんながみんなちゃう、あまりにもそういうの多いから、ね、海外はチャンスのない若者がいっぱいおるから、外にはこんな強いのにお前ら向こう、こいつらが向こうでできひんって分かってるっていうのをやっぱり見せたいよ、日本の選手にな。うち4人ぐらいうちのチームからプロコンとか言ってるわけよな、過去にな。それはなんていうのかな、やっぱり選手の頑張りもあんねんけど、やっぱいつも言うんだけど、それはもうやっぱ監督のこれあってこそのあれやからね。だからそういう海外のチャンスのない若者を入れて、でまたこれであれして上に行ってもうて、それと同時にお前ら例えば海外走りたいなんかしたい、向こうになんかいろいろ言うのええねんけど、お前まずマンセボに勝てるかっていう話、このおっさん乗り越えていかんとお前ら何もできひんでっていう目標は置いときたい、うん、だからそういう壁となって、でそういうやつらを連れてきて、お前らこいつら語れへんのになんなんお前らっていうところを
やっていきたいなっていうのと、国内選手の底上げっていうところ、底上げっていうか、まあまあレベル上げ、まあ、そんなええもんちゃうねんけど本音はそんなええもんちゃうねん本音はな。だけどあれそれとともに、まあちょっと J プロ今年ちょっと力入ってなかったからちょっと J プロも力入れて、なんちゅうのかな、いやこれはノデラのところが勝ったからって、宮崎のところが勝ったからっていちゃもんつけるんじゃないねんけど、やっぱりあの勝つんじゃなくて仕切って勝たんと、やっぱり日本のレースぐらいは全部仕切って勝つっていう形をやっぱり、ね、やるならねやりたいなと思ってる。いやちゃんとやってるよやってるよ、別にいちゃもんつけてるわけじゃないけど、まあ、そういうことをきっちりねやって、 あそこは強いなっていうのを見せて勝ちたい、今までそうやってきたからね、もう一回ね、それを考えてます。2024年も楽しみにしております。ちょっと真面目に喋っちゃったけどそしてもう一つ、これも絶対皆さんに聞きたいことなんですけれど、このチャリタイムズ来月1月から正式に配信が始まっていく予定となっております。その他ガチンコサイクル TV も行ってますよね。やってほしいこと、監督からチームから何か要望はないですか、これから来季に向けて。どうだろう、おもろないかもしれんけど、やっぱこうそういう日本の選手をクローズアップしてやるとかな、あいつら出て喋っててもおもんないやろうけどさ、なんか俺もああいうね安物 YouTuber とかがバーッ出てきて喋るの、いやあれ大嫌いなんだよYouTuber っていうの大嫌いだから俺な、まあ、だから多分そうやった方が見る人も増えるし視聴率も上がんねんけどJBCF のそういう購入とかそれ考えてくれんやったらね、もうちょっとこの選手をねクローズアップして出させて、まあ、思んないけどね確かに。でも一人一人いろんなストーリーがあるじゃないですか、そう選手も、まあ、そうやね、だからそういうのこう自分らうまいこと聞いてやな、面白いようにしたっていうのは選手にこれやらせたらどうなんですか、選手にこのあいつこういう固い固い場所でない あ, あんなことばかり言いやがって言うてな、そうそうやないやでも宮崎さんが今えそれはみたいな顔してましたバレる、なんかバレる、キャラがバレてまずいみたいあるんですか。いやいやそんなことはないですよ、いいんじゃないですかじゃあ選手がチャリタイムズ出るのも OK、 なんかでもここでなんかかしこまって喋るよりは、まあ、大変ですけど日頃どういう取り組みをしてるかっていう方を見てもらった方が多分上手に喋れない選手も、まあ、うちの選手っていうわけじゃなくても多いので、やっぱ彼ら選手たちみんな頑張ってるんで、その日頃の頑張りっていうのを、日頃のもん見せるとちょっとやばいの、やばい、まあ、見せられるとこだけ見せてもらったらいい、そうそうやばいところもちょっと見たいですよね。そうですよね、ああ、うんうん、監督が一番やばいんちゃう安原監督あのだいぶカットされてるらしいんで。そうなんですか、だからカットできるからいいじゃないですかそうですよね、そうですよね、俺がお前あのほら車の中の映像とかあるやんか、あんなカットされてるよお前、あんまりされてないかもしれない、俺大半カットされてるあれ俺こんだけしか喋ってないか相手な、ほとんどカットされてる俺ちゃんともう乗ってくれたらね、やっぱりお前もサービス精神旺盛やん、ちゃんとするやんか、はい、俺もそら乗ってる負けたらあかん思うからやなあの確かにあのエンジが手振ってくれてる時な、はい、実は先生見てるっていう、多分それはみんな一緒やん、はい、そうエンジに手振ってるふりして、はい、エンジ実は先生っていう、ちゃんと見てくれてますちゃんと見てくれてそれ俺も一緒やったから同じやと思っていやだから俺なんかめっちゃカットされてるなんか知らんけどさ、ああいうのな、もうちょっとそういうなんかギリギリのラインに行ってるのがマトリックスさんの強さの秘訣かもしれない、うん、まあでも選手もそういう風に取り上げてもらってギリギリのものを出してもらう、ギリギリです、ギリギリのどこ、ギリギリがいいです、ギリギリどこまでなんだそこは編集の方に、ね、あの判断してもらう、いいそうやな、これやね編集のな、人らのな渡辺さんは何か、なんか選手の結構バックグラウンドは結構面白いものを持ってる人が多いんじゃないかなと思うんですよね。確かに、まあ、なんか趣味が他にあるとか、うん、なんか変な悪い商売してるとかなんかいろいろあるような気がするんです。私の時効になってることがええと思う俺だとさ10代の頃はそんないろいろあったけどやな、もう時効やもん、そんないやでも選手まだ時効になってないそうですね、これはもう時効やけどねだでもあの佐藤さんとか育成チームだそんな、うん、あのそういう活動どういうことをやってるのかっていうのはもうあの僕の立場からして見てみたい、佐藤君なんか自前で合宿所作ってんねんからやな、佐藤君は昔あの
ショップもやってたけど、その前建築屋でな、よくして悪のいことして素人騙しいっぱい儲けてるのその食材の意味で今自転車界の若いもんを育てるっていうな、それはもうだから別に得らない今は悪いことしとったからそれを今自分死んだ時地獄に落ちるの嫌やからごまかしとんねんけどな、それでちゃんと やってるから大したもんだよそれな、うん、いやいやそうですね、そういうところも見たいよね。これからだったらシクロクロスとか、まあ、今シクロクロスの配信もね、はい、取り上げていただけると。そうですね、でも本当選手は今どこのチームも本当に一生懸命やってるんで、密着取材みたいなのしないと分かんないんでしょうね。そうですね、そういうのってね、あのうちにいた小田選手とかは NHK さんとかで密着取材とかさしていただいてとか、すごい時間やってましたよね。でもね、もう1ヶ月とか2ヶ月とか、ああいうのやらないと、そういったなんかそれって大変じゃないですか。だから、ね、難しいから。ただ見てみたいですよね。そうですね。だから全員は無理ですけど、なんかこの選手みたいに決めてやるのはいいのかもしれないですね。はい、いや、愛さんだったら誰にフォーカスしてもらいたいですか。タケちゃん。フランス飛んでいかないといけなくなります。いいじゃないですか。でもフランスから。フランスからですか。うん、愛さんみんなバラバラ選手練習して。バラバラですね。ここもチームによってですよね。まとまって練習するチームもあればバラバラで練習するチームもあるし、うん、まあレースの場面はもちろんなんですけれども、それ以外の裏側もぜひ皆さんに知ってもらいたいと、うん、なんかスペシャルな取り組みとか趣味とかがある人をね、うん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 、知りたいよね。さあということで、じゃあぜひ皆さんガチンコサイクル TV、 そして、新しく来月から始まりますチャリタイムズ、期待していただきたいと思います。来月1月の放送なんですけれども、第1回は元全日本ロード女子チャンピオン柏木翔子さんがクラウドファンディングされてたのご存知ですか。このクラファンで進めている若手女子育成プロジェクト、2024年3月ベトナムで開催されるビワセカップ特集を柏木さん、またチームの皆さんをゲストにお招きしてお届けしたいと思います。他にも JBCF 最新ニュース、レース情報など満載でお届けしますので、ぜひお楽しみにということになっております。あっという間にエンディングのお時間となりましたけれど、いかがでした。大丈夫か。いかがですか。いや、この後疲れがどっと出るんでしょうけど、放送の最後まではもう突っ走りますので。なるほど、はい、レースと一緒です。プロ、はい、ぜひまだまだ何か監督でも第1回目のゲストの皆さんでも、これからの番組の中でも聞きたいことなどありましたら、 XQTwitter でハッシュタグチャリタイムズでどんどん投稿していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということです、監督の皆さん、明日レースです。はい、はい、ぜひ皆さん頑張ってください。頑張りましょう。負けねえぞ負けねえぞ、いかないように、はい、頑張ります。はい、そしてガチンコサイクル TV やチャリタイムズご覧の皆さんも、明日のレースも注目していただきたいと思います。それではまた来月お目にかかりましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。